まあ、意外といったら失礼ですけど、こんな力を持った選手だったんだって思いました。いろんな考えがあるかもしれないですけど、ちょっと痩せすぎかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。僕はこのまま2位3位で逃げ切るんじゃないかなと思いますけどね。続いて、まあ、こちらもコーチに務めてられていた日本ハムについて伺えればと思うんですが、はいはい、ここまでの戦い、はい、どのようにご覧になってらっしゃいますか。いやもう出だしもそうですけど、 今3位ですけど、ちょっと首位とは離れたんですけども、でも去年まで昨年までを考えれば本当にもう頑張ってると思いますね。新庄監督はじめコーチ選手頑張ってると思います。特に今年こう飛躍の要因になっているところでいうと、どういったところが挙げられますかね。山崎福也投手の加入は今となってはやっぱり大きかったですね。今ちょっ とここ1ヶ月ぐらい勝ちに恵まれてなくて、まあ、リフレッシュという感じだと思いますけど、抹消されてますけど、まあ、前半戦の前半まだ途中ですけど、ここまでの中では貢献度は非常に高かったんじゃないかなと思いますね。特にこう先発陣でいうと加藤選手、伊藤選手、山崎投手と、はい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 、皆さん本当にこうすごくこう安定して試合を作ってくれるピッチャーが揃ったかなとは思うんですが、伊藤投手はもう期待通り、勝ち星もね6つぐらいでしたっけ、なってますよね。あと加藤選手が今一つ勝っててないんですけど、これもまあ防御率とかはそれほど悪くないので、こう打線との兼ね合いとかね、そういうのも出てきてるのかなと思いますが、内容は決して悪くないと思うので、ここら辺がすんなり、まあ、こう防御率通りの勝ち星を積み上げていければ、ね、もっと投手陣も安定するのかなと思います。打撃陣でいうと今年ブレイクの選手もたくさんいたりはしますけど、はい、特にこう注目してる選手とかっていたりしますか。はいはい、いやもうやっぱり僕がこうファイターズいた時からこう見てた清宮選手や万波選手、これはもう非常に期待してるんですけど、まあ、万波選手はまあホームランとかもね結構出て7本ぐらいでしたっけ、7本9本ぐらい出てるのかな。ですからまあ期待通り頑張ってるかなとは思いますけど、清宮選手がちょっと苦しんでますね。まあ、少々打率は高くなくてもホームランが出ればっていう選手ではあると思うんですけど、まだ3本ぐらいですもんね。いろんな考えがあるかもしれないですけど、ちょっと痩せすぎかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。やっぱりこう本人のその体格に合ったっていうところもあったりはするんですかね。その身長体重みたいなところも骨とかもあるでしょうし、まあ太りすぎはいいとは思わないですけど、ちょっと体重があった方が打球が飛ぶとは思うんですけどね。まあ、動けないほど太ったらダメですけど、まあ、今年でいうとサードっていうところも、まあ郡司選手が今台頭していて、で、まあ、野村選手、清宮選手がちょっと控えに回ってしまうようなケースが多かったと思う。野村選手もちょっと頑張ってほしいですね。本来力持ってる選手ですからね。一番やっぱ中心になってるのはこれ松本剛なのかなっていう気もしますけど、剛もここに来て、松本選手もね体調不良でまあ10日間ぐらいで戻るんでしょうけど、登録抹消になりましたからちょっと心配ですけど、まあいろんな、まあ、去年とかもあまり打順とかポジション固定せずに戦ってきた新庄監督ですから、まあ、やりくりはうまいんでしょうから、そこも楽しみに注目していきたいなとは思いますけど、まあ、ブレイクした選手でいうと、まあ、やっぱりこう交流戦で話題になった水谷選手とかっていう名前が上がるところかなとは思うんですが、はい、そうですね、まあ、まだまだ打席が少ないですから100ちょっとですよね。ですからまあこれからなんでしょうけども、いやまあでも楽しみですね。パンチ力とかね、反対方向も打ってますしね、まあ、やっぱりあれだけ率を残せるっていうのは、まあ、交流戦でいうと4割を超えるような率を残せるっていうのはすごい特徴があるのかなとは思うんですが、うん、こう特にどのあたりがこうその率を残せる要因みたいなところとして考えられますか。いやまずはその好調さっていうのを、自分自身の好調さっていうのもあるでしょうけど、交流戦とかっていうのは、まあ、ほぼほぼ相手もデータがなかったりするので、まあ、もちろん初対戦だとさっきも言いましたけどピッチャーが有利なんでしょうけど、そこら辺のをうまく利用して逆に率を残したのかなと思いますけど、まあでも素晴らしい数字ですけど、じゃあこれをずっとこう維持して1年間終われるかって言ったら、それほどはできないぐらいの高打率とか高水準数字ですからね、いかにこれをまあ少々落ちてもガクッと下げないような努力が今後期待されますよね。まあ、なかなか大変だと思いますけど、勢いっていうのはねでも大事にしてほしいですね。あとはまあタミヤ選手だ、タミヤ選手は3割超えてっていうところですが、ね、どうですか。いやもともとバッティングは非凡なもんがあって、まあ2軍時代からずっと
まあ、解説の仕事とかで見せてもらったんですけど、まあ、キャッチャーとしての印象じゃなくてバッターとしての、まあ、ミートがすごい上手い選手で、いずれなんかやあの外野手とかに転向してバッティングを生かすのかなぐらいの感じだったんですけど、キャッチャーとしてもねいい感じでピッチャーを引っ張ってますからね。まあ、意外と言ったら失礼ですけど、あ、こんな力を持った選手だったんだって思いました。やっぱりそのキャッチャーと両立しながら打率も残すっていうのはなかなかこう難しいところではあったんですか？難しいと思いますよね。でももともとこうなんていうんですかね、さっきこうボールを呼び込んで長く見て反対方向に打つとかいう話しましたけど、もともとそういうタイプだったんですよ。ですから、まあ、バッティングとかに関してはある程度才能もあってセンスもあって、まあ、あの野手転向でバッティングを生かすのかなぐらいの感覚で見てたんですけど、まあ、リードの方、キャッチャーの方ですよね、やっぱり意外だったっていうのは。でもこれピッチャーが育ててるっていうのもあると思いますね。やっぱりこういい投手に見て、そうですね、経験っていうところがキャッチャーとしての経験値だったりとかっていうところを伸ばしてくれるんじゃないかっていう。ですから、まあ、まあフルに出場とは当然今もうフル出場キャッチャーなんてとても考えられないですから、でもなるべくこういいピッチャーと組ませてね、あの若いキャッチャーこそこうベテランといいますか実績ある伊藤大海投手とか加藤投手とか山崎福也投手とかそういう人と組まして勉強といいますかね、力をつけさせてほしいなと思いますね。まあ、ここから日本ハムでいうとクライマックスシリーズっていうところを目指して戦うことになるかなとは思うんですが、どのあたりがこう前半戦それから後半戦戦う上でポイントになってくると考えられていますか？まあ、ソフトバンクは別にして、あとちょっとライオンズも苦しんでて2位から5位までが5ゲーム差ぐらいでしたよね。もうどこもチャンスがあると思うんですよ。特にファイターズは突っ走ってるソフトバンクを除けば苦手チームがなかったんじゃないかなと思うんですよ。そういうところを見ると有利なのかな。今までいい戦いしてきてるから今後もいい戦いはできる筆頭にいるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、得意チームを作るのも大事ですけど苦手を作らないっていうのもね大事ですから、はい、僕はこのまま、うん、2位3位で逃げ切るんじゃないかなと思いますけどね。期待も込めて。まあ、そういった意味でもこう今直接まあ争っている3チームとの対戦というところがよりこうキーになってくるんじゃなかろうかというところ、ね、やっぱあのソフトバンクは強いですしファイターズが唯一苦手にしているところですから、ここら辺で少しでも成績を落とさないというか五分近くで今後は行きたいチームじゃないですかね。そういった意味でもこうローテーションだったりとかっていうところも。そうなんですよ。でもローテーションもだからってもうソフトバンクにばっかり当てられるかって言ったらそうはいかないので、そこが難しいですよね。まあ、相性とかが出たら、まあ、ソフトバンクに強いとかロッテに強いとかそういうのが、まあ、どんどん数字的に出てくればローテーションも組みやすくなってくるのかなと思いますけどね。もう全てもうあの先発の柱みたいな3本とかをソフトバンクに当てるとかいう戦いはもう今後できないですから、そこも難しくなってきますけどね。まあ、そういった部分でもこう新庄監督の手腕みたいなところが改めて後半戦にかけて問われる部分っていうところですね。えっていうようなね、辰巳から先発させたり2軍から引き上げてきたりとかそういうことも大いに考えられますからね。楽しみにしたいですね。